お前がこっちだ。三段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ試験飛車よろしくお願いします。かけ道が開かないっすね。あーなんかすごいことされてる。早いしだ。あー真似されてんのか。違うか。相手も同じことをしたいってことか。そういうことか。これ囲わずに行くか。なんか囲ったらいけない気がしてきて。囲ったらいけない気がしてきました。ちょ一回交換して中飛車的な感じでちょっと歩をついていく。真ん中が手薄そうなんで、真ん中を攻めていく。2分30秒一回拒否。こうする。さあ、あ、やばいな。やばいかな。いやなんか歩突きとかあるんじゃない？これ取って。うちでどうだ。どうだ。技あり一本じゃないかこれ。どうだ。銀でどうかな。あーやった。手を上げたんじゃないか。まだちょっとよく分かんなかったですけどね。ありがとうございました。余談の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ三間飛車よろしくお願いします。ちくしょうちくしょう。角道どうにかしてくれ。マジで角道が開かないんですけど。相手のどうしたらいいんですか。マジでどうしたらいいか分かんない。角道開かないと。うわー桂跳ねてみたい。どうなってんの。厳しいな。早くも厳しいわ。2分30秒出したいですね。桂跳ねてゴリゴリっといきます。ゴリゴリっと。ああマジかよ。しかも通るのか。いや暴れるしかないなこれ。暴れるしかない。厳しいですね。でも飛車取られて単純に厳しいんですよね。結構ハッタリ的な手ですねこれは。きついな。ね、単純にそれできついんだよな。改革打つけど。そうね、それとそうね、どうしようかな。金打ってちょっ
と駒得を解消、駒得っていうか駒損を解消しましょう。少しでも2分、いやでも厳しいな。きついきつい。どこまで行くんだよどこまで行くんだよそれ。もういないしな、どうしようかな。1分30秒。きついな。チャンスなのか。ん？1分。やばいのか。取ったら負けだから取れないんですけど。知らん。もう無理かも。いいですかね。積んではないか。ギリ積んでないな。ギリ積んでないぞ。お？これどうにかならないんですか？あー、銅馬ができるのか。30秒。銅馬はどうしようもないな。20秒。悩ましいって。角打ち、これ桂馬もらえたらどうにかなるんじゃない。あー、角成りじゃないわ、飛車成りだったわ。飛車成りじゃ、あー、お前の余談の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、原始中飛車よろしくお願いします。原始中飛車じゃない、角道を開けない。なんでこんなに開けてくれない、開けてくれないんですかね。なんかおかしくない、この世の中。片身の囲い。この世の中おかしくないですか。どうしてなの。馬式三間飛車の動画ばっかりなんですけど、大丈夫かな。大丈夫か、気になってきたわ。これ金じゃないわ、桂馬上がると出て、やばいじゃんちょっとやばいじゃん、やばいって。ちょい、マジで無理なんだけど。ちょい、やばい、やばいことになってる。これ収集つかないわ。もうでも4四角を取れたら結構いいんじゃない。いや、よくないかうわー、取ってきた。
金打ちですかね。飛車寄ってで同角と取りましょう。角を取ってきたら飛車を取る。これでこれで一旦は落ち着いてください。2分30秒。さあどういくか。角打つか。がんじがらめにしていく。銀引き、うまいですね。角入っても無茶するかですね。無茶しよう。もう一回角取っとくか。これ次詰めろっぽいんで、まあ詰めろではないけど寄り形になりそうなんで多分放置はできないはず。放置はできないはずだ。そうですね。ただ継続手がちょっとよくわかんない。2分。それがちょっとよくわかんないけど、どうしようかね。どうしたもんかね。なんかないかな。桂馬とか欲しいけどちょっと桂馬取れないな。打って追い返された終わりだなこれ。30秒。どうしようかな。ここか。ここもつこう。うわーやばいわ。ちょっとやばいことになってんなこれ。そうだな、どうするかな。飛車打ってみようか。金上がりはまあまあまあ OK。 銀引きは飛車なってどうですかね。金寄りか。間合いがうまい。ここになる。歩突き痛いな。ちょっと攻めあぐねてます。ちょっとどころかかなり攻めあぐねてます。1分。これはよくわからんけど、これはよくわからんけどどうしたらいいの。腕もついてみる。危ないかな。ほら金引きかな。なりか。まあ一回取るか。取る。危ないかな。非常に危ない気がするな。非常に危ないぞこれ。ほら。さあ、振ってこれ詰みですね。積んでないか。積んでないのか。金打ちか。え、こうか。こうか。で20秒。金打ち強者打ち。よし勝ちました。よっしゃ。厳しい戦いをよく乗り切ったな。なんか早めに飛車なられて、で角の頭に歩打たれる筋がこう受けられる前にやられるとちょっときつかったかなって思いますね。こう飛車の打つところがない状態での話なんですけど、はい、ということでありがとうございました。